金平梅。こいつはなかなか上玉だ。いいねがつくぞ。いつものように運び出せ。カゴに入れて下に下ろすんだ。うん、衣は下の枝に引っ掛けとけ。落ちたように見せかけないとな。ほら、ダチンだ。毎度。しかし、お前の親もいい副業を思いついたな。これならいい女が町に降りずとも手に入る。美人の奥方たちがいるんだ。中でも一番の美人を連れていくよ。きっとものすごく高く売れるよ。おお、楽しみにしてるぜ。あいよ。いた。郁美、探したのよ。金蓮さん、みんなあなたに言われた道具をお湯に持って入って喜んでるわ。大奥様がお礼を言いたいって。大奥様が？大奥様には明け方にお入りになるように、夜は絶対に行けません。ねえ、郁美、あなたは何者？ただの花売り娘です。それに金蓮さんにここまで連れてきてもらえたので感謝でいっぱいなんです。いや、そうじゃなくて、私が聞きたいのは、あ、またいなくなっちゃった。変な子。まあ、いないの？残念ね。でも、お湯のことは分かりました。さてと、私もそろそろ行こうかしら。ボタンの湯。月を見ながら、美しさを増し増しにしてくるわ。はいはい。お湯ですか？ご案内します。暗いですから足元に気をつけて。さあ、どうぞお入りください。うん、郁美、ボタンの湯はこっちです。うん、え、やだ、落ちるわ。うん、下にもう一つあったのね。はい、どうぞ。ここが本当のボタンの湯です。この湯に浸かれば生涯美肌と潤いに恵まれます。おい、誰もいないぞ。まさか、そんなはずは。上がうるさいわね。明日になればきっと大奥様が片付けてくれますわ。ねえ、郁美、今度はちゃんと答えて。あなたは何者？火が灯りました。平間仙人様が私に気づいてお迎えに来てくださるみたいです。え？
私は平間様にお仕えする仙女です。平間仙人様はとってもボタンの花がお好きで。なあ郁美、下の世界には百王という見事なボタンがあるそうだ。私が見たところあるのは11箇所の庭。どうにかして一株私の庭に植えてみたいものだ。そんなことでしたら私が取りに行ってまいります。おお、ありがとう郁美。すぐ戻ってまいります。そう言って山を降りたのが300年前。百王の庭はすぐに見つけて一株いただいて帰ろうと思ったんです。ところが思ったより下界が汚れていて、だんだん霊力が落ちてきてしまって、200年かけてやっと今日までたどり着けたんですが、どうしても先に進めず、その後ずっとあの場所から動けなくて。そんな私に声をかけてくださったのが金蓮さんなんです。不思議ね、私の庭にも百王があるわ。きっとそのせいですわ。百王の精が力を貸してくれたんです。あ、平間様。おかえり郁美。平間様。はい、百王です。郁美が無事に戻ってきてくれてよかった。平間様、平間様。美人、マシマシにしといたよ。どうも。こちらこそありがとう郁美。さて次の朝。大奥様。ええ。大奥様、どうぞこちらへ。どうぞ。そこまでだ。捕まえろ、人さらいの集団だ。金蓮が事の次第を大奥様に知らせたおかげで、ご戦争の人さらい事件は解決した。そして、あれ、旦那様、奥様方が。大丈夫だったか、知らせを受けて行かせた者たちは。はい、おかげさまで。もっと下の方にも良い宿があると聞いた。そちらに行こう。はーい。どうした？旦那様、見えませんか？ん？まあ残念ですこと。闇女子コミックを最後までご覧いただきありがとうございます。今回のお話いかがでした？感想をコメント欄に書いてくれると嬉しいな。チャンネル登録、高評価もいただけますととっても励みになりますわ。
ね、旦那様。皆様、どうぞよろしくお願いします。